ットをつけろ。奇襲って言っても奴ら夜寝てるかどうかも疑わしいぜ。夜間は怪物の活動が鈍る。多少だ。成功率は少しでも高い方がいい。テレポーションシップを攻撃しろ。作戦開始だ。暗闇で視界が悪い。十分に気をつけろ。間違って味方を撃つんじゃねえぞ。今のうちに謝っておきます。相手は大きい。夜間でも誤射の心配はないぞ。残念ながら海生物攻撃作戦は失敗です。あれだけの戦力を投入しても倒せないとは。シュート！このエリアは海生物の移動進路上にあります。テレポーションシップの破壊に成功。まもなく海生物がこのエリアを通過。もっと早く分からなかったのか。頻繁に進路を変えるため予測は困難です。に移動する。そこね。機関砲ファイヤー。本部だけ切り離せ。すぐに壊すんじゃないぞ。生物が来るぞ。テレポーションシップを破壊。丸くなりやがった。転がってくるぞ。海生物を攻撃。無傷で通過させるな。シップ撃墜しました。シップ撃破。攻撃が効かない。こんな豆鉄砲で倒せる相手かよ。くそ、せめてブレイザーがあれば。ブレイザー新型の銃だ。自分らが EMC の 10% の出力があるらしい。そいつを持って手直そうぜ。全滅する前に。ありがとう。残った怪物を撃破しろ。生物に気を取られるな。当初の目的を果たす。テレポーションシップと怪物を撃破しろ。我々はこの生物をアーケルスと呼称しています。現在までに何度か大規模な攻撃を行いましたが、未だ 致命的なダメージを与えることができずにいます。今は十分な装備もない。撤退する。